デビューイヤーの昨年は106戦0勝と苦難の連続。しかし、2年目に入って4月6日の福島競馬、ロマンスライトイコール単勝55、7倍で待望の初勝利を飾ると、6月にはカーリングホリデー18、181、5倍、ウェルキン、217、7倍と立て続けに大穴演出。ファンに強烈なインパクトを残した。 1>, 1年目は勝てないことへの焦りが強くて、それが空回りしていましたと1年目を振り返る。一方で、ここ最近の激変ぶりは目を見張るものがある。大きなきっかけはない、ということだが2年目に入ってから、初勝利が遅いことを気にしてもしょうがない、と吹っ切れるようになって。それから少しずついい競馬ができるようになりました、という。片肘を張らず 自分のペースで進んでいこうという思いが眠っていた才能を引き出した。師匠である深海、先生はもちろんですが、ジョッキーでは丸太さんにいつも面倒を見てもらっていて、気丈に関することはほぼすべて教えてもらっています。技術面の指導について G1 ジョッキーの名前を挙げた。その縁は、丸太が父親が働いていた宗像厩舎の所属だったことから始まる。初勝利。 2勝目を共に宗像9舎の馬で挙げたのも、そのつながりからだ。それでも、自給車の馬でも勝ちたい、という渇望も当然あった。2年目、ガチたい思いで焦ることなく冷静に取り組んだことで、待望の瞬間はやってきた。6月29日の福島3歳未勝利のウェルキン。道中2番手につけての抜け出し部位、単勝217、7倍での激走だったが、 レース前から自信があったんですと当時を振り返る。勝ちに行く競馬でしっかり勝てたので、だいぶ自信になりましたと続けたいよいよ軌道に乗ってきた期待のホープ。今後の目標は、まずは乗鞍をもっと増やしていきたいです。焦らずマイペースに、まずはチャンスを増やしていく気持ちは躍進後も変わらない。アナ騎士として目下話題沸騰中でも、これからが大事だと思います。 毎週しっかり結果を出してコツコツやっていきます。今後も目の前の一倉一倉ダッシュに全勢力を注ぐ。石田拓郎2005年1月20日生まれ茨城県出身19歳新海高一級者所属23年免許取得で JRA 通算3勝昨年は未勝利に終わったが今年は7連隊9671214 137番人気での激走で穴場県の死者